はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。ケンちゃん、アキラちゃん様、おにょへい様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ただいま、絶賛立候補中、ご投票ください。浦安市、佐川信之、大田区、高杉康次、北区、佐藤圭介、江東区、藤川弘明、越谷区、逸見正孝、世田谷区、長谷川誠、豊島区、斉藤俊彦、富士見野市、安倍俊文、水戸市、石井健一郎、南足柄市、畠山隆弘です。よろしくお願いいたします。ぼちぼちですね、期日前投票をしてきました、いうありがたい、のが、寄せられておりますけれども、今日は北区佐藤圭介と豊島区斉藤俊彦の応援に、行ってまいりました。十条駅で N 党候補がいたんですけれども、アナウンス流しながらチラシ配りやってるんですけど、NHK 割増金を滞納する方法を教えますって言ってんですけど、そんな方法ないよっていう話なんですけどね。NHK に契約しろ、割増金払えって詰められる方は次の2つです。ケーブルテレビ契約してるが NHK には契約していない。B キャスカード内蔵に技術による契約を促す邪魔表示を消すために NHK に本当の住所氏名を連絡した方。これですね、実は嘘の住所氏名でも消えるそうです。そのテレビが地球上のどこにあるか NHK はわからない。そこまでの技術はないそうであります。この2つはですね、テレビないよっていうのが通りません。判例もありまして曲げております。その上で滞納を続けていたら、通常の受信料滞納の2倍のスピードで額がかさんでいきます。NHK 党がですね、裁判費用を出す滞納肩代わりするって表明してますが、今まで実例が一件もありません。有権者の買収にもなるし、実績がない。それにあそこはですね、11億円の借金が焦げついてて、現在金欠中。肩代わりしてくれるっていうのも怪しいです。上記2例に当てはまる方は、NHK に他の方よりもバッチリ補足されてるってことで、滞納は難しいです。NHK と契約せず、割引金も払わない方法はですね、ケーブルテレビを解約するか、テレビ捨てたから邪魔表示復活していいよ、って NHK に連絡するか、割増金を請求しますよって詰められた時にすぐにテレビを捨てて、はテレビねえけどって、言えば助かります。NHK とはですね、割増金のあれこれを理解してないので惑わされないでください。普通の受信料の滞納の2倍のスピードで額がかさんでいきます。そして普通の受信料の滞納よりも、なんていうか、裁判、請求裁判、訴訟を起こされる可能性が高いです。割増金を滞納し続けると。なので、そもそもが割増金の滞納という事態になることが好ましくない。で、それを進めてる NHK 党には惑わされないでください。あそこね、法律に詳しいんだとか言ってるけど、ほぼほぼ嫌がらせ裁判、起こしては負け、起こしては負け、ほぼほぼ全敗です。ですんでね、惑わされないでください。19日、衆参両院の広報課に爆弾とサリンを大量に仕掛けた犯罪予告メールが届く。20日、昨日、衆院広報課に、私は間もなく、日本の首相を殺害します。びっくりマーク。犯罪予告メール。手段とかも書いてあったのかもしれないですけど、タイトルがこれだったそうでありますね。一般反応。またパあはは。またパあはは。パヨってことですね。最近物騒だね。早く捕まえろ。うわぁ、調子に乗り出したな。それもこれも奈良県警が悪い。これは安倍総理の暗殺を阻止できなかった奈良県警が悪い。暴力による民主主義の全否定。パヨは自作自演のとかビビりすぎだとか言ってる。テレビが木村の襲撃を一理あるなんて放送するから。パヨが選挙で勝てないからってこれ。テレビが山上や木村をもてはやすからだな。これをやった犯人の属性はですね、反自民、ネットに疎いっていうのは確実ですね。脅迫メールなんか送っちゃって、すぐに身元たぐられんのにね。反自民であることは間違いないですね。テレビの視聴時間がないっていうのもありそうです。山上と木村を擁護しているのはテレビなんでね。で、一日テレビ見てられるっていうですね。引退した方か、それとも働いてない人か、引きこもりであるとか、そういう方かな、思いますけれども、あとはですね、朝日新聞を読んでそうっていうのも入りますね。昨日の記事かな、21日、今日ですね、テロ正当化記事を出しておりました。爆弾犯は許せないが、今の自民党はそうされても仕方ないとの声。これネットでですね、そういうふうに言ってんのを、わざわざ拾ってきて並べてある記事でした。ちらっと見てみましたけれども、一般反応です。テロを正当化すんだ。朝日新聞社はテロ容認と。赤報隊もにっこり。赤報隊って朝日新聞社に乗り込んで、ショットガンかなんかで記者撃っちゃった事件かな。理由関係なしに暴力認めたらダメだろう。今回は一般人も怪我してんだぞ。テロ正当化を堂々と書いている雑誌、すげえ。許せないが仕方ないってバカ。模倣犯が出るのはこいつらのせい。朝日新聞はテロ強査団体と。昨日もなんか高円寺駅に不審物あってしばらく騒然となったみたいでありますけれども、統一選の前半でですね、共産党が99から75に議席減らしたことにも関係あんのかな。選挙で全く勝てないパヨがイライラしてこういうことをやっちゃってる。爆弾犯は許せないが、今の朝日新聞社はそうなされても仕方がない理由っていうのを募集したらすごい数集まりそうですけどね。公明党自衛隊明記9条改正案に反対。自衛隊の活動が際限なく拡大しかねないということだそうであります。自分らの憲法改正案しか認めないっつって、実質改憲阻止勢力になっている参政党と同じ手法ですかね。改憲反対って言っちゃうと共産党と一緒になっちゃうから、ここがダメっつって、難癖つけて、実質改憲を阻止したい。一般判断です。やっぱり裏切った。公明は前から改憲反対だろう。選挙中だから支持者へのアピールだろう。維新がいるからお前らもういいよ。どっか行けよっていう話ですね。公明と連立しているうちは改憲できない。これで平和を愛する学会員も安心。お経を唱えても平和は守れないと。それより14年も独裁している山口を何とかしろ。池田先生はお元気。ですね。地方共産党の機嫌損ねとですね、学会香港支部を封鎖されちゃうんで、公明はそのように行動しますよね。つまり中国共産党のご機嫌取りの行動をしますよね。あわよくばですね、14億人への布教を許可してもらいたい野望っていうのもありますし、自称で800万人いるっつってんですけど、学会員が、学会が自称。だったらなんで、参院の比例で650万票しかねえんだって話なんですけれども、14億人に布教できたらね、5% としても7000万人ぐらい信者ゲットできそうだな、ゲヒヒヒヒって、考えてるのが、学会ってことなんですけど、公明と連立してるうちは改憲は無理。全くそう思います。公明切ってですね、自民、維新、民民で連立しろっていう声も多かった。ミンミンは改憲議論は必要って立場ですけど、中身がよくわかりません。所詮は母体が労働組合なんで、9条だけは変えさせないっていうのかもしれない。その辺はまだ不明、表明しておりません。維新は立場がよくわかりません。まともとものが馬場幹事長しかいないんで、参政党は緊急事態条項設置に反対し、実質護憲してます。緊急事態条項設置でですね、独裁者が、独裁政権になるってことらしいんですけど、緊急事態条項ない国ないよ。それないと防衛戦できないよ。ここで食い止めるんで、この町の人は全員避難してくださいって命令できないよ。緊急事態条項ないと。疫病地区なんかでも全員退避ってことを命令できないよ。ない国ないし。議員の3分の2の賛成の数のうちに公明は入れないで数えた方が無難っすね。中国共産党の機嫌損ねたくないから、最後の最後で裏切るのは目に見えております。山口夏夫が14年も代表やってるとは知りませんでした。23年目の C 和夫のこと言えませんね。公明もですね、代表選挙やりましょうって言ったら、除名になるのかなと。それとも、選挙の負け続きで代表選やりましょうって共産党の党員一筋43年ってやつが言ったら除名されたんですけど、公明党の場合は選挙そこそこ勝ってて大失敗してないから代表選挙やろうよって言い出すやついないのかなーって、思ったりなんかしてね。というわけで選挙も残り、1日だけか。土曜日、だけですか。明日は水戸に行こうと思ってるんですけれども、10カ所目。10箇所回るぞっていう感じなんですけれども、ご投票の方よろしくお願いします。票ください。直球ということで、デトックスジャパン。